今までお疲れさん。秀俊、どこに行ってるの？いつ帰ってくるんですか？まだお母さんの初七日が終わったばかりなのに。今日は帰らないよ。というか、お前が出て行くまで帰らない。はい？何の話してるのよ。私が出て行くってどこに？そんなの自分で考えて決めろよ。俺には関係ないから。一体何の話をしてるのかわからないんだけど、何が言いたいの？もうお前は用済みってこと。さよなら、お疲れ。え？鈍いやつだな。俺はお前と離婚するって言ってるんだよ。だからさっさと出て行け。本気で言ってるの？7年間、あなたの母親を介護していた嫁の私を追い出すの？そうだよ。お疲れさんってねぎらう言葉もやったんだから、十分だろ？信じられないんだけど、正気の沙汰と思えない。一体なんで？今さらかよ。俺がモテるのはお前もわかってるだろ？はい？モテる？遺産2億も入ったし、タワマン買って彼女と住むわ。そういうことだよ。彼女、浮気してたってことで間違いないですか？当たり前だろ。俺はもうお前は用なしだから。母親の介護してくれていたおかげで、俺以外の奴に相続させなくて済んだ。それに関しては感謝してやるよ。慰謝料くらいは払ってやるから、お前も感謝しろ。じゃあ、お母さんの介護をずっとしてきた私を、遺産2億を相続した途端に捨てるってことね。そうだよ。それでタワマン購入して若い女と住むんだ。羨ましいだろ。呆れて物も言えないわ。それで今までお母さんが体調悪い時も気にも留めなかったんだ。全くお母さんに興味がなかったみたいだったもんね。どうせいなくなるバーバーに興味示しても仕方ないだろ。ま、それを言ったらお前も同じだけどな。どういうこと？お前もバーバーになっちゃったもんな。もうアラフォーだろ。人生終わってるじゃん。子供もいなくて。今まで7年間ずっと真面目に介護してたからでしょ？そんな私をババア呼ばわりなんてひどすぎるんじゃないの？こんなしょぼくれたババアになるまで介護してくれてありがとな。ま、ババアには市場価値はないからさ。だから俺は堂々と若い女と付き合ってたってわけだよ。開き直ってるんだね。謝罪とかもないんですか？悪いと思ってないからな。慰謝料も払うし、何も問題ないだろ。そんなお金あるの？お前はバカか？何も話聞いてないんだな。慰謝料は遺産で払うつもりだって言ってんだろうが。はぁ、そうですか。遺産、ね。俺の彼女、20代だぞ。お前とはだいぶ違ってかなりいい女なんだ。タワマンで若い女と住む俺、かっこよすぎるだろ？45歳にもなってそんなこと言って恥ずかしくないの？私のことババアってバカにしてたけど、実際は自分の方が6歳も年上だって忘れたんですか？お前は俺の魅力をまだ理解できてないのか？はい？自慢じゃないけど、俺はいつでもモテるんだよ。今だって20代の女と付き合ってるんだぞ。自分との違いが理解できないのか？それって、モテてるわけではないと思うんだけど。他に何の理由があるって言うんだよ。ま、男は年を取ってからの方が味が出るってのは本当だな。はぁ、そうですか。それで、どうしたいんですか？別居して離婚したいということでいいですか？その通りだ。俺はお前と時間を過ごすつもりはもうないから。できるだけ早く出て行ってほしいし、離婚もしたい。慰謝料はお前の好きな言い値で払ってやる。これで満足だろ？本当にいいんですね。それくらい払ってやるよ。最後だからな。じゃ、おとなしく出て行けよ。離婚には賛成。でも、出て行かないよ。は？なんだそれ。まだ俺に未練があるとでも言うのか？用の済んだ嫁と一緒にいる意味はないから無理。親の介護今までご苦労様。ほれ、今すぐ出てけ。相続人の名前、よく見て。あ、
もし本当に自分に2億円入ったと思っているんだとしたら、ご愁傷様。あんたには一銭も入ってないよ。何言ってるんだ？俺は長男だぞ。だから何？お母さんはちゃんと遺言状を残してたのよ。相続人は嫁の私で、夫のあんたには一銭も入らない。そうはっきり明記してありました。は？嘘だろ？そんな話聞いてないぞ。いつそんなことになったんだ？今日、親戚と兄弟が集まって、弁護士さんの説明を受けました。あんたはいなかったけどね。え？なんで言わないんだよ。どうせあんたには遺産はないって分かってたからよ。だって、お母さん、あんたの不貞行為をとっくに知ってたんですからね。は？母さんが？そうだよ。それで私に介護をさせてるあんたを見て情けないって、何度も何度も謝ってくれてたんだよ。私はもう諦めてたから気にしないでくださいって言ってたけど、それであんたには遺産を残さないって決めたみたいよ。そんな話、いつの間にしてたんだよ。知ってたなら俺に一言言えよ。なんで？本人と話す時間も作らなかったの、自分でしょ？そうだけど。だからお母さんは生前に遺言状をすべて書き換えて、長男のあんたを相続対象から外していたのよ。だから、あんたには遺産は入らない。わかった？でも、お前には入ったんだよな。ん？じゃあそれを俺によこせよ。それでいいだろ。なんで？俺たちは夫婦だったんだから、共有財産になるはずだ。予定より若干金額は減るけど、分配してやる。それでいいだろ。どんだけ上から目線なのよ。あ？分配してやるって、私はする気ないけど。どういうことだ？そんなの不可能だろ。不可能じゃないから。あなた、私たちと最初から貯めてた共同貯金、勝手に使ってたわよね。え？バレてるのよ、勝手に使ってたこと。それも計算に入れたら、あんたの共有財産の分配はマイナスよ。それに、慰謝料もあるわけだし、ちなみに、相続は離婚が成立してから受け取るから無関係になるんじゃない？よくわからないから弁護士に聞くけど。それは、ないだろう？マイナスってどういうことだ？だから、あんたはお金をもらえるんじゃなくて、払わなきゃいけないって立場だよってこと。そんなことしたら、カードの支払いはどうなるんだよ。は？俺は今金がないんだよ。カードが使えなくなったら困るんだ。支払いができないと困る。でしょうね。仕事も辞めてしまっていたらしいじゃない？は？なんでそんなことしてるんだよ。お母さんの葬儀から数日間久しぶりに家にいたけど、会社に行ってる素振りも連絡している素振りも見せてなかったじゃない。さすがに忌引きの時だからって全く連絡を取らないなんておかしいでしょ。やっぱり。あなた仕事も辞めたんだなーって思ってたわ。そりゃそうだろ。だってこれから2億円も入るはずだったんだから。タワマンだってもう契約しちまってたんだよ。それで共有の財産は確かに使ったけど、遺産が入ればお前には返すつもりだったんだよ。今さらそんなこと言われても信憑性ないよ。悪いけどあんたへの信頼はゼロです。女と旅行しまくりお金もなくなっていったんでしょ。お母さんが大変だった時に、本当によくそんなことができるよね。いや、そういうわけじゃ。なあ、あかり、頼むよ。俺のこと憎んでるわけじゃないだろ。なんとかしてくれないか。は？なんとかって何？少しでいいから遺産を分けてくれよ。そうすれば俺は幸せになれるんだ。もちろん、慰謝料の分は引いてくれて構わない。それで、どうだ？そうね。って、考える余地もないわ。え？あかり？甘えたこと言ってんじゃねえよ。そんなのお断りに決まってるでしょ。私はあんたに今までの借りをすべて返してもらうの。それで、その後は完全に他人になる。私にはこの選択肢しかありません。じゃあ、本当に遺産を渡さないつもりか？お前は母さんにとって他人だろ。そんなこと許されると思ってるのか？他人だけど、この7年間、誰よりもそばにいたからね。
そうだけど。あなたは？え？いつお母さんと会話した？いつお母さんの体を拭いてあげた？そんなことを聞かれても。答えられないでしょ？だって、そんなこと全くしてなかったもんね。実の息子だから心がつながってるって？こんな冷たい態度を取られ続ければ、母親だって目が覚めるわよ。別に、故意的に冷たい態度を取ってたわけじゃないんだけど。ま、あなたの態度が全てを物語ってたわよね。今更どうこう言う気もないけど、毎日お世話して一緒にいたら感情移入もするでしょう。その結果だから、当然といえば当然じゃない？だけど、このままじゃタワマンのお金が。キャンセルするしかないでしょうね。それに、勝手に使ったお金の分も返してもらうし、慰謝料ももちろん請求します。仕事さっさと見つけた方がいいんじゃない？キャンセルなんてできないよ、今更。違約金がかかっちゃうだろ。それも自分で借金してでも返すしかないんじゃない？もちろん、その女も金目当てだろうし、逃げられるかもね。ありえないよ。一体なんでこんなことになったんだ？それと、出て行けとか言ってましたけど、この家も私がお母さんに頼まれて、もう名義人を私にしてあります。はあ？あんたのことだから、この家も売っ払って、その金でさらに遊ぶつもりだったんでしょうけど、その権利はもうあんたにはないからね。そんな、まさか嫁から逆に家を追い出されるなんて。これで行く場所も失っちゃったんじゃない？その女も無職で、収入もなく、遺産も入らない貧乏なジジイを、さすがに家には置いておかないでしょう。なんだよ、その言い方。俺はモテるんだぞ。そっか。じゃあ、お金の力なしで、それを証明したらいいでしょ？実の親の介護を完全に嫁に任せて、家庭を顧みないクズ夫。すべてを失っても仕方ないんじゃないですか？遺産を手に入れて、バラ色生活を夢見ていた秀俊さんでしたが、嫁から逆に家を追い出されて、行く場所を失い、彼女に泣きついたところ、すべてがバレてしまい、彼女はさっさと秀俊さんを見捨てていなくなったのだとか。その後、遺産はもちろん一銭も入らず、家の権利も失い、あかりさんから慰謝料も請求されて絶望。タワマンは解約しましたが、違約金が払えず、また借金。カードローン地獄も残っているし、借金まみれのようですね。どうして遺産を当てにして仕事を辞めてしまったのだろうと嘆きつつ、今は日雇いのバイトを重ねて一人寂しく、慰謝料と借金を返済する生活を送っているんだとか、以前のようないい職場にはつけそうな兆しもないんだそうですよ。あかりさんはきちんと義母の供養を済ませ、遺品を整理した後に家を売却。タワマンを購入してお金に困らない生活をしながら、在宅での仕事も始めたんだそうですよ。倹約家のあかりさんは、これだけの貯金があれば、一生お金に困らない生活をすることもできそうですね。何はともあれ、満足のいく結果になってよかったと、安堵するあかりさんなのでした。